中央の道路が2拠点脇を通過する三国街道写真家は、宿場の湯があるニ宿ヤド三国街道は、中仙道の高崎から分かれ、北陸街道の寺泊まりへ至る街道である。三国峠は、関東と越後を結ぶ、交通路として極めて古くから利用されており、上杉謙信の関東遠征の際に利用された。主要街道としての三国街道は、 金世に参勤交代に利用されるようになってから、重要視されるようになった。長岡藩、与田藩、村松藩などの諸大名や佐渡奉行、新潟高巡検の関八州取締り出役などが、この街道を利用した。また、当時の宿場には、渋川や湯沢を、はじめ、三国峠越えの未宿と称せられた、朝貝、二位、三つ股などがあった。 明治時代に入ると1876年に三国街道は一等国道に指定されたが、1885年2月に距離の短い清水峠越えの道が国道8号、東京より新潟港に達しする別路線として認定され、三国街道は県道に格下げとなる。同年8月には清水峠が馬車通行の可能な道路として開通したが、 わずか数ヶ月で崖崩れと雪崩の頻発により、放棄された。また1893年に、薄井峠越えの鉄道が開通してからは、群馬、新潟間の交通は鉄道にシフトし宿場町は、推備していくことになる。長岡から湯沢にかけては、道も平坦で、農耕地もあったため、ある程度の交通需要があったようだが、三国峠を、 超える区間の交通量は極めて少ないものであった。清水峠越えの道は1919 19年4月1日をもって国道から、府県道、前橋新潟線に降格された。同時に三国街道も県道より外されたが、翌1920年4月1日に、府県道、沼田6日、朝鮮に再指定された。1934年5月1日の内務省告示。 第251号によって、当初、東京市より、群馬県庁所在地に達しする路線とされた、国道9号が三国街道経由で、新潟市まで延長されて、東京市より、新潟県庁所在地に達しする路線となり、現在の国道17号のルートとなった。これは、東京と満州を結ぶ最短ルートとして三国街道が、注目されたためである。 しかしこれまでに述べたような状況により、当時の三国峠は改良が全くと言って良いほど行われておらず、自動車の通れる状態ではなかった。1940年より三国峠の改良工事が開始されるが、第二次世界大戦の戦況の悪化により中断された。戦後の1948年より改良工事が再開され、1952年12月4日に、 新道路法に基づく路線指定で旧国道9号がそのまま1旧国道17号として指定された。1959年6月には三国トンネルが開通し、群馬、新潟間の自動車往来が可能となった。旧三国街道はその大部分が国道17号となっており、関越自動車道、上越線、上越新幹線とともに関東、 新潟館の大動脈となっている。高崎宿、金子宿、渋川宿、金井宿、北脇宿、横堀宿、中山宿、塚、原宿、下新田宿、伏瀬宿、今宿、菅和宿、相股宿、猿ヶ京宿、武器寺宿、長井宿、阿佐ヶ谷宿、二居宿、三つ股宿、湯沢宿、関宿、関宿塩沢宿、六日、町宿、五日、町宿、浦佐宿、堀の内宿、川口宿、妙剣宿、六日、 市宿長岡宿与田宿地蔵堂宿、館中東宿渡辺宿寺泊ま宿。ありがとうございます。